いや、同じだ、ダメ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 スタート。あと SOS プレゼンツ。プレス2スタート。はい。ウェイ、ウェイ。え、もう始まってる？この音結構好きなんだけど。はい、はい。エンドレスモード、フリー DLC、エクストラス、ストーリーモード。え、ストーリーモードでいいのかな？とりあえず。え、これからだよね、多分。え、これでいいの？で、穴に入れるみたいな。え？え、ないね。どういうこと？どれでもいいのかな？じゃ、左から？え、いける？これ。もうさ、なんか20秒以内に何かしなきゃいけないらしい。え、これは？始まってる？もう。え、待って。え、なにこれ？え、これ？ここら辺クリックしてみる？え、持ってく？とりあえず。え、ここに？え、なにどうやんの？え？おへ、爆発したやん。え、いいの？え、クリア？クリア？今の。ウェイ、ウェイ。ちょっとクリアした感あるよね。これを持って、で、この人のお腹を裂けば、え、違うの？え、この人、殺す？え、爆発したんだけど。え、なんかダメそうだな。え、失敗です、失敗ですっていう感じ？え、まずこの人の前に行って、蹴る？蹴る？蹴る？違う。え、ろうそくを拾って、これにぶつけたらいいんじゃん？え？え、違うの？この人に持ってく？あ、燃えた。ダメそうだね。これ、俺失敗してんじゃないか、やっぱ。多分失敗してるな、これ。MC ピクセル。え、骨？牛？え、なんか微妙に何するかわかんない。え、また爆発したよ。爆発落ちなんて、全部失敗。やっぱそうなのかな？え、なんか微妙にやり方が分かってないのかな？ハサミ持って、あ、これ切らなきゃいけない。赤、分からんけど。なんでだよ。え、爆発率高いぞ。え、全部失敗してるってこと？下手すぎん？はい、はい、はい。え、分かんない。これ鳴らす、とりあえず一旦。そしたら、ダメなん？え、ダメ？ダメ？ UFO 流れてる？え、違うの？じゃ、この人をキックして、じゃ、ここら辺キックして、え？え、待って、これ、意味、難しすぎる。え、でもさ、同じことやってたらさ、クリアできないじゃん。え、これ取るしかないじゃん、一旦。で、違うの？あ、え、あ、え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 、来た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 。ほら、え、初めてクリアしたよ、みんな。なんか大仏の口からさ、水が出てきてさ、骨持ってマグマに入れる。違う？なんでだよ。あー、そっか、3つクリアしないといけないんだ、連続で。多分ね、その、普通の常識の方法ではいけない。例えば、この金メダルを持ってこの人に渡すとかさ、この人に渡す？これでここを鳴らす？え、ここじゃね？え？あ、爆発物入れてたんだ、あいつが。あいつのせいなんだ。はい、はい。じゃ、まず牛を、ダメだよ。ちょ、女の人そんな蹴っちゃダメでしょ。蹴っちゃダメだろう。
多分ね、あれが爆弾ではあるんだけど、この人なんかお腹出てね、怪しいな。ん？え？お、さすが。その発想はなかった、マジで。え、別に俺が切るわけじゃないんだ。え、ここわからんな。え、一面なんじゃないのこれ。これ。違う？違う？あ、ここになんかあるわ。これ何？え、これな、何これ？あ、原住民、宇宙人？オッケー、オッケー、オッケー。あと一つ？あと一つ？あと一つ？おー、でしょ？え、怪しくね？え、じゃ、この人を、うわ、この人のケツに入ってんのか、爆弾。いや、その発想はなかった。え、ボーナスラウンド？はい。俺どれ？あ、俺これか。違う？え？え、全部クリアしなきゃいけないみたいな。これわかんないんだよね。あ、さっきやったな。あ、間違った。いや、まずね、どこに爆弾があるかをさ、把握しないとダメなんだ。多分。今のところね、どこに爆弾があるかわかんないから、牛かな？違うか。じゃ、骨持って、で、女の人にぶつける。え？え、なんで？え、なんで？どこに、じゃ、牛が確定でさ、待って、確定で牛にさ、爆発物あるじゃん。え、違うの？違うんかな？じゃあ骨やっぱ。あー、さっきもやったよな、それ。うわ、むずいな、なんか。え、みんなさ、ここ分かった人いる？ちなみに。はい、はい。いや、多分、牛の中にさ、絶対さ、爆発物入ってると思うんだよな。でもさっきこれやらなかったっけ？お、あん？はい、はい。やばい、無限の世界に閉じ込められてるよ、俺。牢獄にさ、めっちゃ閉じ込められてんだけど。この時間？違うわ。下に行けるでしょ？え、もう画面外とかに行ってんじゃね？違うか？ここ意味わからん、マジ。なんかロゴ毎回出るのいいな。ここ意地でもクリアしてください感がすごい。インサート、これ何？え？あ、え？俺自身が爆発物だったっていうこと？いけたよ。3分でクリアってかな。これは？ステイツ、リプライ、リターン。え、結果は？はいはいはい。え、これ一面でしょ？難しすぎない？ここ行ったことになるのかな？チャプター2は？ロックだ。あ、ロックされてんね。あ、パチパチありがとう。じゃあやっぱ次の面行ってみるか。まあ、結局俺が落とされるというね。じゃあこの水の面行こう、水の面。いや、この解釈がね、微妙に難しいよな。ちょっと水飲むわ。パーティー？パーティー。リンゴ？わからん。ここに乗せる。そうすると？爆発する。ダメじゃん。何もわかってなかった、俺。あ、なんかちっこいのがいるね。黒、なんだこれ。これなんだろう、これ。お金？お金をゴミ箱に捨てる。お？また爆発してしまう。
1周目は1回正攻法で行った方がいいのかな。プール、プールにラジカセを、ラジカセを流す。ダメ？ダメか？いや、爆発落ちだよな、これ。今度は屋根の上、屋根の上。わかんない。これなんだろう。あ、自販機だから缶ジュースをここにしまう。と？どうなる？セーフ。オッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。次は飛行機の上だね。え、なんかさ、解釈が難しいんだよな。これ何？ドリルを？待って、これ、原爆的なやつじゃないの？あ、セーフだ。よくわからんけど、蛇に食わせることによって、なんとかなったね。これは何だろう？氷河期？違う、南極か。あ、南極にあるじゃん。取ろうよ。ダメ？え、ダメなの？うわ、消えたよ。ここのパーティーがさ、わかんないんだよね。パーティーが。じゃ、一旦この人に話しかけてみて。おれい。おれい。うん。そんなとこに隠し持ってんのか。じゃ、あの人をね、排除する方向で動かないとダメだ。多分。排除しよう、あの人。これ持ってもうドアに届ける。ハロー。ハロー。違う。じゃ、あげるわ。はい。いらん？違うの？あ、どっちかに持ってけっていうことか。え、セーフ、セーフ、セーフ。オッケー、セーフ。はい、セーフ。わかった。いや、全然簡単だわ。これのどっちかを絶対大体ね、基本パターンでどっちかにやれってことでしょう。ダメ？うわ、手前の人か。強いて言うなら。で、こことここクリアしたから、中にあるんだよな、とりあえず。雪玉をここに投げる。投げろ。はい、消火完了。これ完璧じゃない？オッケー。いや、今論理的だったな、今の。一旦ね、この人の頭の中にあるから、え、リンゴこの人の頭にぶつける。え、ダメじゃん？ダメじゃん！ダメじゃん！え、あれ処理しづらいな、めちゃめちゃ。はい。はい？え、金髪の人？ダメ？ Wait, wait, what? Wait, wait, what? What? Wait? Wait, wait, what? お、言ったんじゃないこれ。ダメじゃん。ここむずいな。え、わかんないわかんないわかんない。金髪の人を、他は？俺が、え？どういうことよ。上、今どういうこと？シンクロナイズスイミング的な。うわー、その発想はなかった。まあクリアだよね、もう。で、次はここかな。へいへいへい。チャプターもラウンド3。まあね、いろいろ試してみることが本当に大事なゲームなんだね、多分。まずこれ持って、この人にバケツを渡す。セーフ。一発でクリアした。天才か？なんか適当にやってもさ、なんかいけたりすんな。消火器で、この、ここ。ああ。おっと？すげえ。やっても3つ揃った。ボーナスラウンド、ボーナスラウンド。待って。なんか、どれかを当てればいいんじゃない？猫？ケツから虹が出てる。え、続く？
これ正解引いたんじゃない、もしかして。あ、違うか。すごい、すごいね、なんか。この魚雷が明らかに危ないから、この魚雷を、外に出すと見せかけて、この人のお腹にぶち込む。全然違かった。全然違かった。これは何だろう、岩？原住民？あー。これを、バコン。え？え？意味わからんけど、なんかいけた。はい、はい。これが危ないから、まずこれを持って、その人にあげる。てか、これしかなくね？あ、ここか。なんか割れてるもんね。バイバーイ。え？ダメ？あ、喜んでるよ。喜んでる。もう一個でボーナスゲームいけんね。はい、はい。はい、はい。これまずい。この魚雷はまずい。魚雷を持って、いやー、それはまずいだろ、さすがに。まあ、足で蹴ったらさ、ダメだろう。でももうちょい、あと二つでさ、クリアなわけよ、結局。どうする？まずここちょっと開けて。ダメ？まあ、それはダメだろう。じゃあシンプルに魚雷を窓にぶつけて、違うか。あと魚雷だけだね、二つ。こう。はい。はい。ダメだよ。初手魚雷いけねえよな、そこ。あそこわからんな。ここはね、多分、一点はこの魚雷を持つだけでいいよ。で、ここに刺す。違う。違う。あ、これ海の中か。今気づいた。海の中だね、多分。そっかそっかそっか。ダメ？ここら辺ちょっと、ここら辺掘れない？なんもないな。ほら。でもこれキックする羽目になるじゃん。ほら。あ、むずっ。ガチでわかんない。で、はい、ここはお魚さんと海の中と。はい、はい。ここ？ああ、ダメだよな、そりゃ。ここが本当にわかんない。本当に。初手終了だもんな。秒で。あ、でも深い谷間にいるってことは、もっとさ、地面に埋めたらいいんじゃない？逆に。違うかな？これを外にドーンってこと？ん？ダメ？いい？いい！単純！単純すぎる。ひねりすぎたな、ちょっと。さすがに、あれだけとは思わないじゃん。マジでわかんない。頭？お。ダメじゃん。どういう理論今の？あ、そっか、頭とかさ、足とかさ、お腹とかさ、ちょっと違うんだ。頭取って、受け入れ。腹筋。頑張れ。頑張れ頑張れ、あれを処理しろ、あれを処理しろ、処理します。はい、私が処理します。私が責任を持って。はい、クリア。いや、よくわからんけどクリア。もうなんか単純なさ、物差しでは測れない感じがすごいんだけど。セーブズデイ、いろいろ試してみることがさ、ほんと大切。頭をひねらなきゃダメ、みんな。ひよこを、ひよこの皮で火を消す。そんな残虐なことは許されない。まあ、そうか。まあ、そうなるか。これは？銃で、この人を撃つ。ダメ？だ、まあ、うん。家族かな？なんか似てたよな、今。ズー、動物園？この人よくいるよな。帽子取れんじゃね？あ、取れないわ。これをなんか大きいやつに撃たないとダメ。あ、カラーが変わった。
ダメなんだ。うわー、なんかむごいな。なんか見た目すげえむごいな。帽子を、あ、そこにあるんだ。水、ダメ？あー、まあ、ダメだよな、そりゃ。今回全然さ、できてないね。今回。あー、むずいね。帽子をもらう。違う。テレビを、外に出す。じゃ、この人にあげる。これよ。どこにあんのかわかんねえからな。うわ、だ、ですよね。意味わからんもん。まず爆弾の場所を特定する。これが大事。爆弾処理班としての心構えを君たちに教えてあげよう。はい、これがもう火が危険。はい、火はこれで消す。はい、単純なこと。え？ダメ？ひねってきたな。若干ひねってきたな。ひよこ違うか。じゃあ導火線をまず持って。ん？え？どういうこと？え、マジでどういうことかさ、わかんなかった。テレビを外すと、爆発する。あ、テレビがちょっとね、不安定なんだ。テレビを守る方向でいこう、次は。注射器を、ちっこい方に打つ。ん？え？うん？ああ、よくわからんけど言った。いや、よくわからんかった、今の。なんか溶けたね。ウォーターサーバーを、いや、これ拾って、なんか、ここらに水あげといたら、え、じゃあ、ダメ、それ取っちゃダメなんだ。バコーン。バーゴン。ダメな感じか。次はなんだっけ、テレビがちょっと危ないんじゃない？あ、そこにあんのか。じゃ、テレビで。あー、ダメ？え、なんか大体さ、ちょっとやろう。あー、何それ？トイレ？え、ケツから火が吹いたよ。なんだ今の。ここはね、わかる多分。テレビで、テレビ被せんじゃねえの？被せろ？被せろ？え？え？え？結果お笑い。結果お笑い。ここわからんよな、マジで。え、火をもう取っていいんじゃない？ああ、ダメ？ダメか。ダメか。やっぱダメか。それはダメか。リモコン渡してあげよう、ここは。リモコンない？これリモコンじゃね？取っ手じゃなくて。え？ Nothing loading field. ちょっと読めなかった。ダメ？ああ、よくわからんけど、いけた。結果オーライ？なんかそういうの多いよな、マジで。解釈次第というか、木を、ここにはめる。ダメ？セーフ。MC ピクセル。あと一つ、ラスト来たよ、ラスト。ここがな、一旦この人に、でもさ、これ捨てたらいいんじゃない？もう。え、どこ？上？数字を消す。いや。この人の頭を消す。なんかしろって、なんか、対象が少なすぎる。なんだろう。ここに太陽あるくね？今気づいたわ。これを消化する。太陽を消化する男。違うか。意味のないものなんてさ、この場所に存在しないんだよ。太陽取る。意味ないものあるんだけど、絶対意味ないものじゃん。マジでわかんない。え？ダメ？ダメだよな。消火器がね、壊れてるから、多分、この消火器をこの人にぶち当てるんじゃないの？やっぱ。どっかさ、お腹、頭、足、
どこも反応しないな。こっち側から行ったらいい。いや、同じだ、ダメ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 。ボンボヤージュ。ダメだね。やべえ、無限に囚われるんだけど。20秒で確かに終わるけど、ここできなかったら永遠に終わらないじゃん。どこ？これは？あ、なんかあるよな。え、ダメなんだ。え、でも分かったかも。なんかさ、足元にさ、なんかあるよね。なんかさ、デコボコって、ほらほらほら、これ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 。はい。いや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 、消化できるんかい、それで。そんなんで消化しないでよ。膀胱タンクの量、えぐいな。